こんにちは、デリシキッチンです。今回は丸亀の提供でお送りいたします。まず卵3個をボウルに割り入れ、よくほぐします。顆粒だし、塩少々、米麹から作った甘酒をよく振って大さじ3加えて混ぜていきます。お好みで甘酒の量は増やしてください。次に卵焼き器をよく温め、一度濡れ布巾に置いた後、弱火にしてサラダ油を拭きます。卵液の3分の1を流し入れ、菜箸でかき混ぜて半熟になったら奥から手前に巻いていきます。奥に寄せてさらに2回巻きます。焼けたら巻き巣を用意し、先ほど焼いた卵焼きを上に乗せて巻いていきましょう。粗熱が取れるまで巻いておきます。最後に食べやすい大きさに切って完成です。プラス麹、米麹から作った甘酒、ぜひお試しください。